相信许多人都应该有看过《名侦探柯南》吧？他最常说的名言就是“真相只有一个”。跟我们要介绍这部日本电影《全员行骗》中有点异曲同工之妙哦。因为女主角呢，她必须像侦探一样找出她的真命天子。本片呢是改编自日本知名的恋爱解谜游戏，由模特儿出身、有“美贝女神”之称的枯田茜饰演被男友劈腿的婚礼顾问。在一场相亲的聚会当中呢，遇见了十名相当优秀的男士，每一个都是高颜值而且事业有成，但其实在这个其中有九位是骗子，只有一位是他的真爱。片中呢处处充满了像在玩游戏般的解谜快感，女主角还会时时出现柯南般的破案手势。来斗是部很有趣的烧脑电影哦，现在赶快来看看精彩介绍吧。絶対に運命の人を見つけてみせる。あるわよ、運命の出会いが。婚活パーティー？一人だけが本当のことを言っている。それが私の運命の人なのよね。よろしく。好きになっちゃったかも。会えて嬉しいです。口説いてもいいんだ。声かけてくれれば。部屋に遊びに来てよ。出会ったからね。最初に来てほしい。忙しくて。どうかな。好きな人の前でカッコつけたり、少しでもよく見せようと嘘ついちゃったりすることなんて誰でもあるわよね。それっていけないことなの？絶対に暴いてみせる。完全に嘘を突き通せる人間なんていない。ダウト、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 ダウト。